はい、今回はですね、はい、あちらエディオンスタジアムが見えますが、はい、今回はそちらじゃありません。はい、今回はこちらのこちらですね、はい、グランドなんですが、こちらでハイファ平和記念2022といって、大会が行われている、はい、4チームの大会なんですが、はい、で今日はサンフレッチェ広島ユースを毎年こちらの大会に出場されているということで、うん、こちらの方をね、大会の試合日をちょっと密着させていただくということで、はいはい、まあ、今の時期、まあ、特にユースチームになれば、まあ、トップチームへ上がるかどうかっていう選手も出てきてる時期だと思うので、はい、ユースチームの選手たちにとっても格好のアピール場、うん、この大会にはアンダーカテゴリーの日本代表も来てますし、あと海外のチームも、はい、今回はメキシコのチームが来てるということなんで、いろんな目があるということで、選手たちのモチベーションもかなり高い大会ということなので、そこでの選手たち監督含めの密着をさせていただこうと思いますので、はい、かなり面白い映画見れると思いますので、皆さんぜひご視聴よろしくお願いします。じゃあ行ってみたいと思います。サンフレッチェ広島ユースバスで今到着です。はい、思ってる以上に、はい、ギャラリーの数多いんだな。いや本当にめちゃくちゃいますね。同世代で活躍してる選手たちがたくさん出る大会だから、うん、みんなすごい注目度高いよね。いや本当に好きなことに向き合ってきた時間の結晶が今ここに。だってさバスもかっこいいですね。ね、かっこいいよね。最初1試合目がメキシコのチームとアンダー17の日本代表の試合がある、はい、その結果次第によってはサンフレッチェ広島優勝が勝てば優勝の可能性も残ってるっていう、うん、さあさて荷物分担をしてな、まあ、昔を思い出しますスタジアムに入ってここを歩く瞬間って高揚感といろんなものが入り混じってるというか、はいはい、ちょっとスイッチが入ってくるよね。しかもいろんな相手チームとか、まあ、これ前の試合が第1試合目あるんですけど、はい、サンフレッチェ広島とは、まあ、2試合目ということで、はい、大体2時間前ぐらいですよね。2時間前ぐらい。2枚と2枚目。これは何やってたの？これ時間がないで、うん、まあ、ちょっとマークそれ確認しながら。バルトもね、最終戦先制パスなんで、向こうはお前らも絶対食ってやろうと西小井で来ると思うし、まあ、俺たちはでもそれを急になってやるときっといいことないからさ、ふわっと入っちゃうとやられちゃう。で、まあ、この前の2試合、うちらと見たと思うけど、やっぱ縦に速い、うん、縦に速い。うちがさ、ボール握れる時間って多分長いと思うんで、ね、変な打ち合い方。次から攻撃になるところは、結構うちも速くなってきてはいるんだけど、取られた後のからの守備の方がちょっと遅い。特に前の選手。もちろんそこでパワー使ってるからしんどいな、でもそこでちょっとでも遅らせるだけで全然違うよね。取られたらもうしょうがないから、さっと切り替えて、もうそれを奪い返せるかと。それが多分お前たちも楽だし、ある程度相手のゴール前に行ってるんだからさ、それですぐ切り替えれる。まずすぐシュートが行ってるし。だからそこは、やっぱり今、クラブで、チームでやろうとしていることだからさ、まあ積極的に。まあ4日間で3試合目だからしんどいとは思うけど、でもこれをやっぱり貫いていってほしい。全部がいけるじゃない。みんなが揃った時にしっかりみんなで束になって奪いに行く、うん、そのために前の人がきっかけ作って、ね、あのしっかり最終的にはボール奪ってそのままいい形で攻撃できる。あのそれができてる時っていうのは本当にあのいつも言ってるよりいい形だからさ、だからそこをサボっちゃダメ。伝統の前よりも質を上げていかないと、な相手に隙見せちゃうとか、それで同点されたり、20の時に1点取られたら、ちょっと嫌な空気って流れる。自分たちを苦しくするようなことはなくしたいよ。それでさ、プレミアとか前半ちょっと受け身になっちゃったりとかさ、なんかそういうのがあるから、まあ、そういうところをしっかり意識してほしい。常にやっぱりボールの方を意識しながら、相手見て、相手が寄れば広げる。な真ん中相手の真ん中。そこはもうお前らが判断していけばいい。あの局面で1対1で負けないこと、昨日のメキシコもそうだし、この前の代表戦のところも、ちょっと軽くいって入れ替わっちゃったりっていうのが多いよね。あそこをやっぱり体ぶつけてでも少し取れなくても 0.5 秒遅らせるとか、
味方がプレスバックしてくれるのを待つとか、そういう時間の作り方も大事。あの守備ってさ、ボールを奪うだけが守備じゃなくて、遅らせるのも守備だよね。体預けて相手に自由にさせないのも守備や、うん、それをやっぱりプレスバックとか近い人が助けてあげることにチャレンジしたりカバーすることでボール奪えるんだよ。だけど目の前の1対1でしっかり負けないようにすることが大事。いつも言ってるけど、もっとシュートを考えてほしい。ゴール前でやっぱりこういいパス出そうとして大事にいくっていうのも、もちろんそれも一つ考え方としたら当然あると思うんだけど、でもキーパーだったらやっぱシュート打たれるの嫌だよね。うん、相手はやっぱりさっきも言ったけど嫌がることをどんどんやっぱり仕掛けよう、まあ、今大会調子良さそうなやつ、うん、をまあ起用したいなと思って今日のスタメンもこれにしました、ね、どんどんやっぱりこういうチャンスもらった時に自分の力発揮するっていうことはすごい大事だと思うし、だから簡単に力発揮できるとは思わない、うん、だからやっぱり全力でやっぱり立ち上がりから後半足つったっていいよ、7人変えれるから。出し惜しみするんじゃなくて、もうどんどんやっぱり俺らスタッフや見てる人にこいつすげえなって思わせてほしい。こういう観客がいる中で自分の力が発揮できる選手がこれからやっぱりどんどんこういう高いレベルで、うん、やっていけると思う。なんかこのぐらいでビビってるようだったらその程度の選手も終わっちゃうような気がする。だけど一人じゃできないよ、なみんなで助け合いながら、うん、カバーし合いながら自分たちでな盛り上げながら80分やり続ける、それを、ね、当たり前のことを本当にこうやり続けるのって本当に難しい。プロでもなかなかできない。だけどお前たちがその意識を持ってやれば全然変わってくる。きついのは多分もう両チームとお互い様だからしっかり今日やりきって終わりましょう。いいですか。ありがとうございました。まあ、監督言ってたけど、多分イメージ的に本当ね、チームの競争っていうところも、うん、まあ、いい選手を使うって言ったけど、ここでチーム内競争っていうのもあるので、はい、ここでいかにアピールして、でこの後の試合につなげられるか、そうです。この毎試合毎試合がね、勝負ではね、うん、もう少数精鋭なんで、うん、それぞれが、まあ、仲間であり、ライバルであり、はい、独特な集中と緊張感が、そうですね、うん、伺えたと。逆行こう。じゃあ、じゃあ、全員で演技作って、勝つための発表しましょうか。よし、じゃあ、来たんです。来たんです。守備のところはもうプレスに行くとき行かないとき
ここをちょっとしっかりみんなで喋ってはっきりしよう、うん、でももし前がある程度もう切るとも行った時は後ろも行ってあげなきゃダメだよ。常にやっぱり背中でコミュニケーション取れたらいいけど、そうできないんだったらもうとにかく喋ってまだ行くなら我慢しろ、そこだけはっきりしよう。前半の飲水終わってあと残り10分で後半まあ全体的にそうだな、うん、そこの苦しい時にどうしてもこう受けるだけになったりとか止まってなんかしようとしてる、ここ2日全部そんな感じ、その時ってやっぱ良くないんだよ。止まって受けたとしてもその人にパス出したら3人目4人目がやっぱり出てってあげるとかさ、そういうのをこう感じながらやろう。途中から入る人もみんなでハードアップして立って終わりましょう。いいですか、行きましょう。しっかりプライド持って絶対負けたらいけない相手だと思うし、全員で戦って全員ハードアップして絶対勝ちましょう。どっちだ、いきます。はい。はげてるよ。レッド、はい、レッド。はい。21 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 21
もう一回キム。1番、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 
代表取締役山坂哲郎様から準優勝トロフィーが授与されます。プレミアプリンスで取りこぼしとかさ、そういうことはできないから、練習からしっかり緊張感を持ってリラックスするところはリラックスして、集中してやるところはそこはメリハリがしっかりつけて見させてもらったの、ツーセンター予測の部分でラインアップとかさ、スペースにさ出た時の対応みたいなのを見て、はい、もう一個早く先手で戻ってほしいなと思った。はい、まあ大体さラインをこう上げるじゃん、
俺は別に速い選手じゃなかったから、駆け引きの中で、最初オフサイドラインやって、相手がもう、あのね、スピード緩めるじゃん。で、相手がボールが蹴りそうな瞬間に、まあ大体蹴りそうな瞬間下がるっていう意味だ。でも、そこの蹴りそうな瞬間はもう、蹴る、あの予測も入らないといけないから、もう一個早く予測できるんだったら、多分もうちょっと楽にカバーリングいけるのかなと。ディフェンスって先手先手で動かないといけないから、そこの予測の部分だったからね。相方キャプテンとでしょ、はい、あそこといい関係性できてたから、そこだけちょっと気になってたから、はい、頑張ってます。頑張ってね。今大会お疲れ様でした。お疲れ様でした。今大会を振り返ってということで、個人的な感想などがあればお聞かせください。広島県選抜、最後の試合が自分にとってはすごい指令とかいっぱいいて、すごい大事な試合で、その中でやっぱ圧倒して勝ったということは、すごい次につながるいいことだと思います。残りの、まあ、高校生活ということで、リーグ戦だったり行われていきますけど、チームとしての目標を教えてください。まあ、チームとしては、まあ、前期のプレミアでうまくチームがまとまらず、まあ、最後ら辺はやることとか決まってきて、すごいいい感じで勝てたり連勝とかも続いてたんで、その勢いで、まあ、1位になりたかったんですけど、まあ、2位だったんですけど、ちょっとこの 6-1 で勝ったという勢いで次のプレミアも圧倒していきたいと思います。これからの、高校卒業してからの個人的な目標を教えてください。トップに上がって広島出身ということで、みんなに勇気とか希望とかを与えれる選手になると思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。今回密着ありがとうございました。第2回目ということで、第2回目ということで、本当にありがとうございました。貴重な大会の試合をこう密着させていただくのはなかなかないので、本当に非常に貴重な映像を撮らせていただいたんですが、まあ、大会通してその、まあ、サンフレッチェ広島ユースの、まあ、監督としての出来だったり選手の手応えみたいのはどう感じたのかっていうところと、まあ、今後の目標を教えていただきたいんですが、はい、プレミア前期を終えて、はい、で選手クラブユースを残念ながら、はい、予選敗退してしまって、はい、まあ、1回あのみんなリセットしようと、前期のことはもう忘れちゃいけないけど、はい、反省するところは反省して、良かったところは引き伸ばしていくというところと、メンバーも毎週リーグ戦がある中で、はい、自分自身の固定観念もちょっと強くなったりとか、はい、この大会を通して新しい選手が出てきてほしいとか、まあ、こいつとこいつのコンビがハマればいいなとか思いながら、はい、あとはまあこの1、2戦を調子良かったやつを今日スタメンに抜擢したっていう、まあ、それは選手にも伝えて、はい、いいやつを使っていくよっていうことでやった中で、初戦はちょっと代表戦のところが硬かったんで、ね、はい、もったいなかったなっていうのはありますけど、まあ、今日の前半はすごいやろうとしてたことができたと思うし、前半は OK だったんですけど、はい、後半のやっぱり入り、決してあいつらが気を抜いてるとは思ってないですけど、でも実際やっぱり動けてなかったし、まあ、もちろん疲労もね当然あるんですけど、でもだからこそあのみんなで高校生だったら声かけ合ったりとか、はい、あのポジションの確認したりとか、こう誰かがなんかこうもっとアクションを起こしてあの空気を変えてほしいなっていうのはすごい感じましたし、最初プレミアで勝てなくて、はい、まあ、そういう苦しい時期があったんですけど、まあ、そういうところをこうそういうことで跳ねのけてきたのに、まあ、ちょっと忘れちゃってたなっていうところがあるので、ずっと言い続けないといけないんだなっていうところと、うん、もちろん選手もギリギリのところでやってると思うんで、まあ、少しそういうところはメンタルの部分でも僕らがもう少しサポートしてあげなきゃいけないのかなっていうのは今日感じましたね。選手たちの目の色が全然違ってましたし、見てて選手たちの熱意みたいなすごく伝わってきた。プレミアとかに出てない選手も今日出て点取ったりとか、してたし、まあ、あの3年生はね、やっぱプロ目指してやってる中で昇格云々もありますけど、はい、やっぱりやってないと試合には出れないっていうやっぱり空気にしたい、そういう意味ではこの大会は初戦はもったいなかったんですけど、はい、有意義なものになったかなと、はい、今後の最後に目標をお願いします。そうですね、本当ならプレミア優勝とか言いたいんですけど、はい、去年みたいにまあでもしっかり目の前の勝ち点をしっかり取っていって、はい、まあ、しっかり残留決めて、まあ、少しでもいい高い順位に行ければいいかなと思います、はい、だからも応援します。はい、ありがとうございました。今回サンフレッチェ広島ユース密着ということで、まあ、大会に密着させてもらいます、もう1試合に密着させてもらったんですが、選手たちのね、この真剣な眼差しだったりコーチとのこのやり取りだったり、貴重な映像を撮らせていただいたと思いましたので、またねユースカテゴリーも含めて盛り上げていければと思いますので、これからも頑張っていきたいと思うんですが、これからサンフレッチェ広島ユースはプレミアリーグがあります。
概要欄の方からサンフレッチェ広島のホームページを貼っておきますので、そこでチェックして皆さんぜひ応援の方よろしくお願いします。それと9月3日サンフレッチェ広島トップチームがホームの試合があります。皆さんぜひね、足を運んでいただいて応援をしていただけると選手たちが、ね、勇気を持てるのでぜひよろしくお願いします。あとこのハイファ平和記念のこの大会なんですが、毎年やられてるんですが、まあ、広島から平和を願おうという意味合いも込めて、毎年いろんな国のチームだったりいろんな他の、ね、チームを誘致して大会を開かれてということで、非常にこの大会を開く意義っていうのがね、大きく関わってくる大会みたいなので、これからもね、まあ、密着するタイミングがあれば密着していきたいと思いますので、今回はね長くなりましたが、ラス大輔密着させていただきました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。